ラッセンは、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦、アーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の32番艦。艦名は、ベトナム戦争で名誉勲章を受章した、クライド・エベレット・ラッセン中尉にちなむ。フライトイーヤの3隻目で、弾道ミサイルを追尾できる、高性能のレーダーを備え、弾道ミサイル防衛システムの機能の一部を担う、能力がある。ラッセンは、 ミシシッピ州パスカグラのインガルス造船所で1998年8月24日に寄港し、1999年10月16日に浸水、2001年4月21日にフロリダ州タンパで収益した。2005年9月、ラスンはアメリカの先制攻撃戦略の柱であるミサイル防衛前進拠点基地である横須賀に BM 監視艦として配備された。 ミサイル防衛対応艦船。6月に配備されたステザムに続き、7隻目のイージュス艦となった。横須賀基地の第7艦隊は、機関ブルーリジーか空母キティホークも含め11隻体制となる。2005年10月12日、ラッセンは、新前、有効目的で、北海道の室蘭港に入港した。室蘭港のイージス艦機構は8年ぶりであり、商工会議所。 観光協会、室蘭市、自衛隊などの関係者、約40人が出席した歓迎式典が行われた。当時、ラッセンの艦長だったケディーエス・ギルピン中佐は、友人から素晴らしいとは聞いていましたが、本当に美しい港です。市内見学が楽しみ、気候的光栄です。最新鋭の観戦をぜひ見てほしいですと述べた。乗組員が室蘭市民と、 バスケットボールやお茶会などで交流するほか、清掃ボランティア活動を行った。2008年2月15日、長崎県の長崎港に入港し、県平和委員会などが主催する集会に参加した。2009年7月1日にフォックスニュースは、ラッセンが密輸を疑われた北朝鮮の貨物船、カンナム1号を追跡したと報道した。2010年11月28日、 ラッセンはジョージ・ワシントン・ステザ村と28日に公会で行われた米韓合同演習に参加する。2012年2月3日、ラッセンは東京都が実施した帰宅困難者対策訓練に参加し、東京港から横須賀海軍施設まで帰宅困難者役の東京都職員を代替輸送した。二千十五年十月二十七日、アメリカの国防当局者は、 ミサイル駆逐艦のラッセンが南シナ海で中国が造成した人工島から12海里の境界に接近しており、12海里内に数時間留まる見通しだと明らかにした。2016年1月6日、バリーと交代のため横須賀基地を出港して新自湾経由で名ポート基地へ向かった。2009年2月15日、ラッセンは横須賀港内で プレジャーボートと接触した。怪我人は出なかったものの、業務上過失往来妨害の疑いで、ラス船のアンソニー・シモンズ館長とボートの船長が3月23日に書類送検された。ありがとうございます。